はい、どうも皆さん、ラウンズでございます。はい、今回の ING のセールは行かれましたか？はい、もうね、先週いっぱいで、終わっていますけども、自分もね、ちょっとだけ買ったので、ご紹介したいと思います。はい、まずですね、ロープ付きパイプレディ、見てこれ162円、これまあまあ安くないですか？実際今ロープで使うわけじゃないんですよ。メインでね、使ってるストリンガーがあって、でその、メインじゃなくてサブっていうか予備っていうのかな、タックルボックスの中に常時入れてて、そのメインのやつはいつも使うんで洗ったりするんですよ。そしたらね、持っていくのに、あら？メインのストリンガーがないっていうことがね、時たま年に何回かあるんですよ。だからもうつなげようがなくてしょうがないから、一応予備をタックルボックスの中に常時入れてるんですよね。でそれのちょっと巻きのね、部分はこんなになんかいい感じのではないので、ちょっとねこれを予備の方にしてみようかなと。まあ若干場所取るけどね、まあいいかなと思って買ってみました。今日髪型おかしくない？いつもか、いつもだね。はい、ということで、2つ目、ティクトの何これ、フィジットヌートっていうやつ、 C の15番、これがね特価で298円でございました。いやー、もうね、自分が行った時ね結構遅めやったんで、もうね、なんかこのティクトのやつあんまりやつなかったんですよ。中でもまあこれが良さそうなのかなみたいな感じでまあ買ったんですよね。まあティクト系、いいのかな悪いのかな、どっちなんだろうね。まあね、まあアジングはねちょこちょこしていくんでいいかなと思って買ったんですけど、高いですよね、コスパ的にって思うんですよ。まあそこで求めていいの、コスパを求めていいのか悪いのか分かんないですけど、まあね、先日アジングで初めてねアジが釣れたと。何回ぐらい行ったのか、6、7回ぐらい、なんとなくやってたら釣れたんだよね。まあ今日も坊主かなと思いつつっていう感じで、あの時行ったんだけど釣れたしね、世の中分かんないねと思いながら、はい、ということで、まあ、ティクトのワームでした。以上ではございません。もう部屋の中のものはこれで以上なんですよね。で、あとはですね、せーのドン、この辺に出てると思います。あれです、就業剤、ヒロキューのホワイトベース C8 の、1箱で買いました。はい、でこのホワイトベース C8 はね、まあまあ嫌いではない、なんだろうね、結構ねこれ相性があるんですよね。他の就業剤と混ぜるときにちょっとね、相性混ぜるとねパッサパサな就業剤に仕上がるんですよ。だからこれ単体で使うときならまあ割といいんだけど、まあ相性があってね、あんまりこう使いたいんだけどなんか使いづらいなみたいなところで、まあ、年間1箱ぐらいは使うのかな、それでも、こういう時にね買います。ちなみにですけど、この1箱っていうか、もう写真があるかな、わかんないけど480円です、1袋ね。で1箱で10個入ってるんで、4800円から、20% オフでございます。なので、1袋あれ、20% だから384円でしたね。はい、まあ安い方だよね、税込みで384円、1袋ね。まあすごく安いんじゃないかなと思います。そして次はこれ、ドーンっていうことじゃないけど、釣り麦のショーが5袋、
まだねストックがちょっとあるんで、まあ足りない分じゃないけど一応買っとこうかなと思って買ったのがこの5袋でございます。5袋かって何かレシートじゃないか。これレシートね。これで見たら一番早いか。408円の10個20個オフで4800円から960円引いたとか、まあこんな感じですね。で釣り麦の醤油今140円するんだね。これから、20% オフしてますよと、いった感じです。はい、以上になります。まあ今回はね、そのまあそんななんかね欲しいっていうのがなかったかな。消耗品などですけども、まだね、まだ大丈夫かなと。まあ、いくつかね、欲しいなと思ったんですけど、次のね、セールが7月中旬かな、例年通りなら。で、そこが、なんだろう、全店じゃなかった、全品 15% オフ。今回 10%、4月が 10% で、7月が 15% なんですよ。で、その時ね、まあ、ちょっと他にもね買い物があるので、まあ、そこで買おうかなみたいな感じですね。で4月はまあクーラーボックスも安くなるんで、ちょっとクーラーボックスもどうしようかな、買えようかなみたいな。今ね30と22を使ってるんですよ。30はまあ磯に行った時とか、まあ、そういう時に使ったりとかしてるんですけど、22ですよ。あのね、でかいですよ。で自分は車を買い替えたので、まあ、もうちょいちっちゃいやつがいいなみたいな、まあ、前のねリバティがやっぱ後ろ広かったんで、あの22でも、まあ、基本的にね車で移動なんで、そんなに別に気にはすることなかったんですけど、今回ねやっぱその後ろねシート、あのムーブの後ろ倒しても、やっぱねクーラーがちょっと、もうちょいちっちゃければもうちょっと道具乗せやすいのになっていう、後ろに道具乗せるときにね思って、まあ今回ちょっとねその17に変えようかなっていう予定は一応あります。はい、もしくは30の方も一気に買い替えようかな。これライトのやつなんです。一番安い、フィクセルのライトの一番安いやつなんで、まあ使っても氷がね、まあ若干溶けやすい。買うならやっぱベーシスのやっぱ1個上のを買うと、なんかやっぱこれ溶け、若干溶けにくいよねってね思いましたね。でもただ30は年間で何回使うのっていう感じになっちゃうんで、なかなか買い替えないと。でメインの方のちっちゃい方、ちっちゃくても20、今22ですけど、これはもうメインで、もう絶対釣りの時は自分持っていくんですよね。クーラー、椅子にもなるし、あのジュースとかいろいろ入れるんで、まあその辺はね、まあちょっと、7月の 15% のセールの時、まあ、クーラーは 15% じゃなくて大体20とか25とか、そんなんだったかな、まあ大体そのぐらいなんか安くなるんで、まあその辺でちょっと考えようかなと思っております。はい、以上でございます。まあ7月のセールを楽しみにしておきます。ではお疲れ様です。じゃあねー。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録お済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。